なんと2月4日からローソンで私たちの顔面入りのグッズが販売されます。やったー、かわいい。私たちが今回参加させてもらってるのはこちらのフレークシールとメモ帳、缶バッジとフラットケースです。私たちもゲットしようと思ってますので、はい、ぜひ皆さんもお手に取ってうちらにリプだの DM だの何でも送りつけてください。お願いします。パラスティカのマフェダと澤出です。今月のお気に入り大丈夫、ちょっと声ガサガサだけど、ごめん、飴食べていい？ということで1月ももう終わりますので、うん、今月のお気に入り紹介になります。はい、早いですね。もう早いですね、年明けちゃってね。もう1ヶ月、うん、早速やっていきます。パラスティカ、じゃあ私から、はい、一つ目はね、だいたい美容関係というか、まあそっち寄りなんですけども、うん、こちらロコベースのリペアクリーム、これマジですごくってテクスチャーがめちゃくちゃ硬いのね。もう保護力がすごい。こういう感じのね、普通のクリームなんですけど、めっちゃ硬いの。硬てー、すっごい硬いんですけど、手洗っても取れません。わ、いいわ。そう、あ、これじゃあ飲食で働いてることがいいんじゃない？いいと思う、ね、そう、結構だからベタっとするんだけど、嫌だなって思ったらこのバーって手洗って一回拭いちゃえば、うん、そんなベタベタは取れるから。なるほどなるほど。そうで、肌に優しくって密着ハードタイプ、うん、で保湿成分セラミドが配合で外部刺激から守り、しっとり感が長時間続きます。いいわ、これぐらいガチ感があった方がいい。こういう肘とか、あ、こういうところとか、マジ、うん、体に塗っちゃってる最近。うん、でも伸びが悪いからそこだけ。わー、これはいいわ、はい、ぜひあのね、ドラッグストアとかにも売ってますので買ってみてください。では私も美容系いきます、はい、クリニークの15番パンジーポップです。これもね、またブルベイエベの話なんですけど、あ、はい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 、これブルベ夏の人もマジこれ、あ、ブルベ夏の人におすすめ。そう、うん、もうブルベ夏チークって調べて出てきたやつを買ったから、私は。チークなんだ。そう、これチークなんだけど、うん、だからなんかその色づきはほぼほぼないんだけど、うん、なんか自然に頬が赤らんでるっていうか、透明感が塗るだけで一気に出るよっていう感じのチークとなっております。かわいい、ちょっと見せて。いいの？あ、すごいかわいい。ちょっと見えない、みんなちょっと見える、見える、光が反射しちゃってあれだかもしれない。ちょっと見えないかも。見えないよね。このままの色。でも結構それぐらい飛んじゃって、うん、見えなくなるんだけど、うん、でもなんか自然に頬が赤らんでるっていうか、うん、透明感が出るので、いいね、これぜひ肌に透明感欲しいなっていう人買ってみてください。ブルベサマーの方ですよ。ブルベサマーです。お願いします。じゃあ次はこちら、はい、これちょっと美容品に入るのかなって思っちゃったんだけど、うんうん、マペペのブラシです。サオデさんも使ってたじゃん。使ってる使ってる使ってるじゃん。あれのコンパクトタイプあるんだ、持ち歩き。そう、持ち歩き用があって、私今までダイソーのでっかいさ、そう、絡まないやつ使ってたんですけど、あれやっぱりね、カバンに入らないから直入れしてたの。 そうだね、したらね、プラスチックだからブラシ部分がすっごい折れちゃうのね、はい、あー、なるほどね。すごい、そんな雑に扱ってるんですかって感じなんだけど、だからちょっとコンパクトなものが欲しかったのと、12月のイベントの時にたまちゃんがこういうなんか、ね、うん、ブラシタイプの櫛を使ってて、うん、で借りた時に、ね、めっちゃ良かったのよ、それが。あ、そうそう、だからちょっと私もその手のタイプのコンパクトなやつ探そうって思ったら、うん、ドラッグストアにこれ売ってて、もうぜひ体感してください。私のこの髪の毛でもうすぐツヤ出ますから、こうやって。いや、そうなんだよ、すごいよね、本当に。ほら、見えてたただ、ただただ私なんか写しただけ。髪がちょっとね、私細いからね、これぐらい細かい目の方がすごいありがたいんですよね。しかもさ、うん、すっごいギッギッってさ、引っかかんないんだよね。そう、引っかかんない。だからね、ちょっとこれすごい良かったのな。ここ最近すごい買って一番良かったものかも。いや、そう、これマジで私もちょっといいっすか。使って。あー、でもいいな。一緒？大きいのと一緒一緒。使い心地はむしろこっちの方が小回りが効いていいかも。プラスチックタイプのさ、細いやつもさ、うん、なんか溶かせてる感じがしていいんだけどさ、うん、なんか髪傷んでそうで怖くない？わかる。そう、引っかかっちゃってるからね。そう、これ優しいよ、だいぶだいぶ優しいと思う。なんでマペペ使ってください。マペペなのかマペペなのかどっちなんだろうね。マペペなのかわかんないけどマペペかもしれないしね。はい、じゃあ私も髪いきます、はい。イオクリームシルキーリペアヘアトリートメント
そう、豆田さんが使ってるのを見て、うん、多分言ってなかったけど拝借したことあんのよ。いや、全然使ってない。その時すごい良かったから、うん、それからずっと私もこれを使ってるんだけど、これ私あのブリーチしちゃって、うんうん、それこそ豆田さんが言われたみたいに、うん、いたわんないと、うんうん、もうバシバシになっちゃうし、そうだね、大変なことになっちゃうから、うん、それいい匂いだしね。そう、これ匂いもいいし、ちょっと嗅がして嗅がして。いいですよ。いい、あら、いい匂い。うん、いい匂いだ。ローズっぽいね。あ、そうそう、当たり当たり、ローズグリーンって書いてある。あら、ありがとうございます、うん、ね、ね、保湿成分、蜂蜜ね、嗅覚一番、嗅覚一番シルキーな感じになるよね。あ、そうかも、そうかも、うん、滑らかな、滑らかなね感じになりますので、うん、まあ、ブリーチしてないよっていう人でも、うん、女の子、よかったら使ってみてください。ぜひ、おすすめですね。シャンプーもあるんで、うん、ね。はい、じゃあ最後、あ、出た、はい、D ホリックの帽子です。これかわいい。 D ホリックってあの韓国のね通販サイトがあって、はいはい、うん、私はルミネストに D ホリックの店舗が入ってるのでそこで買ったんですけど、これをかぶるだけで一気にメーテルに。メーテル、あの銀河鉄道999の。あ、わかる、わかんない、わかんない、わかんない。じゃあジャミロクワイって言ったらわかる。わかんないね。わかんない、わかんない。これがあることによって頭のボリューム感が出てちょっと小顔に見えるっていう、あの奇跡起きます。これめっちゃ可愛いんだよ。かぶってると絶対ここ触りたくなる。そう、ポン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 って毎回こうやって叩かれるんですけど頭を。すごいね、可愛くって、まあ、トラファルガーローになれる帽子になってます。トラファルガロー、トラファルガロー、ワンピースのキャラクター。わかんないわ。全部だとわかんないもんね。でもその D ホリックは、うん、通販もあるじゃないですか。そうだね。そうで、私好きでよく使うんですけど、うん、あのね、ほんと届かないの。もう私1ヶ月前ぐらいに注文したやつまだ来ない。ほんと、そんな時差があんの。そうだから、ルミネストに店舗があって、まあ、そこに全部あるわけじゃないんだけど、うん、おすすめの服はそこに店舗にあるので、初めて聞いた。ぜひ行ってみてください。で最後、はい、私毎回最後は書籍を紹介してるんですけど、確かに今月は全然本を読んでないので、うん、食べ物を持ってきました。あ、食べ物？食べ物、まるちゃんのパリパリ無限キャベツの素。これね、神宿の橋間美希ちゃんが前動画で紹介してたのよ、うん、いや美味しそうと思って、うん、で買ってみたらめちゃくちゃ美味しかったのよ。え、食べていいの？いやいや、ここで作ってあげるから。ありがとう。そう、あの用意するものは、うん、キャベツしかいらないんで。あ、そうなんだ。中に味付けとか全部入ってるんですけど、キャベツ一袋とこれ混ぜるだけ。すごい。ちょっと本当に私ダイエット始めようかと思って。え、私もして、したいしたいね、一緒にしよう、うん、だからそう、でも食べないって無理じゃない。無理、普通に、うん、食べるけどヘルシーなものにっていうダイエットにしようかと思ってて、だから夜はキャベツ食べようかなって今試んでるの。あ、なるほどね。そう、こういうなんか揚げ麺みたいな中に入ってるんだけど、これをもう砕いてぶち込むだけ。結構入れて、うん、でこのなんか油と、うん、あとこの粉末スープみたいなの入ってるから、これをもう入れるだけですよ。粉末なんだ。そう、でもお湯とかかけるわけじゃないんでしょ。お湯かけるわけじゃない。だよね、油がねあるから意外と馴染むんだよ。 あ、そうなんだ。そう、ほら、いい匂い。あ、ほんとだね。はい、完成です。食べてみる。いいの？いいよ。いただきます。ね、めっちゃうまい。うまいよね、これ、うん、やばいっしょ。買って帰るでしょ。これケースで買うわ。ケースいただきました、ありがとうございます。でしょって、私は橋間美希ちゃんのを見て買ったんだけど、自分見つけたみたいに。この味が好き。このごま油と塩っぽい味がすごい美味しい、うん、あ、うん、全然これ3食でもいいかも。ここになんか納豆とかこういろいろ入れれば、うん、あ、でもね、全然いいかも。下に書いてあるんだけど、うん、なんか自分でトマトとかコーンとかツナとか、なんか好きなもの入れていいみたいよ。あー、ね、あー、もういいこと聞いちゃいました、うん、ね、これぜひ買ってください。ありがとうございます。2つあるんであげますから。いいの？うん、あげるあげる。じゃあ箱で発注してここにね東京にしときます。はい、ということで1月のお気に入りを今回も紹介しました。はい、割と幅広いラインナップで、本当ですね。頭からね、食事まで行っちゃって、はい、皆さんも気になるものありましたらぜひ買ってみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。
以上、せーの、ファラスティカでした。